どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。好き勝手にサクサクです。今回は、05サードを作っていきたいと思います。右投げ左打ちにしてみよう。右投げ左打ちのサードスタンダードのストップ19番。じゃあどうしようかな。楽天にしよう。楽天で、まあ、どうしようかな。総力使ってみようかな。あと、これか、新竜カード。これでいってみましょう。いいことが起こることを信じましょうじゃありませんか。きっと、うん。明日いいこと起きろ。明日、じゃあ、天気になるか。まあ、いいや。さあ、どうだ。肩がすでに40か。総力が低い。まあ、でもよかったよかった。総力強化もあるし。まあ、行きましょう。はい。いきなり打開復活。逆になんか怖いんですよね。こういう、いきなりいいことが起きると。なんか、こう、後々悪い展開になる、なんか前兆なんじゃないかな、みたいな。赤羽無地。今んところいいこと続くんだよな。ほい、回復3。で、これは選手追い詰めてあるから、こうあって。はい。で、で、ゴールかな。ほい。まあまあまあ。あと、サードだからできるだけパワーもあった方がいいですよね。それなりに打撃力も。あった方がいいと。じゃあこれ、はい。よいしょ、まず、金縛り。金縛り。まあ大丈夫だろう。はい。9回復の。じゃあ、こういって下。はい。よーし、じゃあ回復。金縛りが解けた。こう、やる気をさらに上げの。で、はい、ガンダーあっておこうかな。なんだ。補給強化。補給か。まあ、ないに越したことはねえか。やっぱり、引っ張りの、右打者の引っ張りとかの、強襲する、なんか、のがありますからね。運試し。動画的にやりてー。博士の手術受けて、よし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 、全部青になった。行くべきか。でもこれエラー回避になっちゃうんだよな、その代わり全部。しまった。まあ、シャッフルでいいや。これで、こうだ。はい。金縛り。ね？博士どこ行く？多分これ、あれですよね。どっか行かないですよね。何？総力強化なくす。残念、持ってきたのに。あ、でも、もしかしたら、新竜カードが働いて、何かいいことが起こる可能性がある。さあ、どうだ？可能性あるのかな？まあ、まあ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 。逆に、覚悟してたから、それは、なんていうか、もう持ってなかった。なんだろう。いいこと起き、うわ、赤に囲う、最悪な。頼むから、これで10とか減るなよ。よかった、休め、休め。はい。いやーいつものパターン来たー。あー、やばい。やばい。ギャーゴール。しまったー。博士の手術失敗してから、ロックな目にあってね。ステージ4。参りましたね。これは非常に参った。ミートになっちゃったよ。まあ、いやいや、ミート力のある選手もいた方がいいでしょう。あー、これ博士のやんなきゃよかったかもしんない。まあ、もしかしたらステージ5でもう一回博士が来る可能性もあるから。ロックオン来る。こっちだ。ほら、来た。で、これでもらう。はい。野球マン早くないかい？まあ、3号だから、まだ嬉しいっちゃ嬉しいか。どれもわかんねえか、1。野手に関しては。投手作るときに3号来られると困るんですよね。何よりちょっと、せっかく手に入れ、野球マンに出会えたのに上がるのが守備力とかなんで、宝箱がそこに来たの美味しいから、これで野球超人伝なんか来いや。総力。1、2、3、4。シャッフルしてみよう。シャッフル。さあ、宝箱。あ、野球マンがその代わり来た。が、どっか行っちゃう。結局何事もなく。どうしましょう。これはちょっと運がないというか。じゃあゴールで。やばい。博士これ成功しなかったらほどほど良かったぞ、これ。行きましょう。ステージ5。来た！博士！博士！お願いします！お願いします！マジで！マジで！還元セール！お願いします！ギギギギギギギなかなかいないですよね。博士に2回失敗して生き残る選手って。で、これでカレンさん成功したパティーンじゃないの？なんか俺そんな気がする。まあ失敗するわな。おっと、でも吹っ飛ばしがあった。忘れていたよ、俺は。どうやら俺は君の存在を忘れていたようだ。あー、でもこれ、まず、今生き残っても仕方ないんだよな。逆にやってくれた方が俺は良かった。いや、わかんない。もしかしたらこれで、宝箱。まあ、ゴール近くでもないか。で、これで、ほい。なんだ。ミート超人でミートが伸びる。ここで一気になんていうか野球の、なんか天才、あ、弾道アップ。おい、で、
様々に輝く。回復あるから取っとこうかな。生き残った8、シャッフル。宝箱を踏む。S ランク超人伝が引ければワンチャンと思ったけど、これ体力がないもんな。これはね、仕方ないかもしんない。じゃあこれゴールで。あー、まあゴールで、うん。とりあえずボツにして、ね、もう一回作ろう、選手を。逆に、これは、この選手は、博士に二度失敗したというね、偉業を達成してるんで、残すべきだと見た動画として。逆にね、せめてなんかこう、還元とかってなりゃよかったんだけど、じゃあこれは、どうしようかな。じゃあ、005にしとこうかな。一応。005。うん。失敗したやつは0が2つにしときます。意味はないけど。はい。博士に2度失敗したらこうなります。皆様お気をつけください。ミートがそこそこ伸びたんだけどね、結果的に。アップロードだけしとこう。意味はないけど。はい。というわけで、じゃあ、10ポイント。あ、そう。安っ。まあ、博士の、やっぱり成功率は低いんだな、博士っていうのは。成功す、やっぱり、成功すれば、もうその時点でいい選手になるのは確定みたいなもんなんですけど、悪い時は悪いかな。逆にこれあれか、0つけると良くないのかもしんない。5にしてみるか。サードだから5オンリー。これでいってみよう。1文字って意外といい選手できそうな。右投げ左打ちのサード。クラウチングにしてみよう。クラウチング6。じゃあ日ハム。カード、あー、また。カードは使おう。プロ入り、なあ、博士登場改造手術。でもそれだと博士の検証、これあれか、じゃあ、どうしようかな。エクストラステージでいこうか。エクストラステージと、念のため吹っ飛ばしを持ってこう。ゴー。一応もうカレンさん対策で。吹っ飛ばしはやっぱりあった方が心の余裕があるんで。行きましょう。初期状態はまあ、特別、いいってわけでもないな。ほどほど。まずは、ほい。いい大回復。これは美味しい。で、走力し、で、これ、シャッフルして、これ、選手に合うか、これ。合ってこう。はい。市川選手、守備力アップ。7はでも美味しいかもしんない。ほい。まあ、いいわ。そうだよな。分かってたよ。悪いことが起こる、みたいな。パワー強化。これでゴール。はい。体力、大幅減。大幅減少。これ、なんだろうな、最近多いんですよね。大幅減少、やたらとこの文字見るみたいな、あるんですよ。大回復、まだ、逆に大回復、あれなんかこれ、おー、虫パネ青、それは美味しい。が、ぐるっと回れないんだよな、このマップ、残念ながら。そこはちょっと、もったいない。パワーアップ、おっしゃ。これでとりあえず全部、なんか30台以上行きましたね。広角打法、当たりだな。おい、大回復、おっしゃ。オッケーオッケー。そうそう、大回復をよく見たい。できれば、体力がない状態で。一番嫌なのが、せっかく大回復引いたのに、回復、なんか、回復上限のなんか2とか3とか、それが嫌なんですよね。はい、オッケー。あー、しまった。まあ、全部肩でもいいか。サード肩大事だし。はい。走力が D。走力は上がるな。ラッキートレジャー。あー、なるほど。これは美味しい。面白いかもしれない。じゃあ、はい。肩と。で、これは、まあ、しゃない。で、うーわ、悪いことになる。金縛り。まあ、特に、いっか。はい、で、シャッフル。10回復でちょっと助かった。じゃあ、ゴールで。肩しか上がんないならいい。無理していくこともないか。ステージ4。あ、いや、ちょっとこれは、うーわ、マジか。でも、これは、矢部くんに会いたいな。守備力。矢部くんは消えないだろうから、まあ、ほっといていいとして、後々会えると信じましょう。なんで、初期低ロックオン。あ、でも、これはワンチャンあるな。1、2で、ほい、来い、ほい、来い、よーっしゃ。でも、カレンさん。いえ、今回は別になんか取れたから結果良かったんですけど、やっぱり、ダメだよ。怖いから。初手ロックオンはやめてもらいたい。僕としてもこう、心臓が持たない。こう、毎度毎度そういう、なんか危なっかしい橋渡ってたら。さあ、彼、野球マンはどこに来るんだいと。ちょっとこれ位置はどうだこれ。おー、まあまあまあ、まずはこれ、はい。回復、ありがとう。で、はい、回復。どこに動いたかにもよるんだよな、これ。はい、で、やべえ、ラッキートレジャーなくした。これ、シャッフルで近づけてみようかな。近づけ、あっち行ったか。オッケー。よっしゃ、会えた。奇跡的。会えないと思ってたけど、よかったよかった。おい、走力が伸びますな。
じゃあゴールで。あ、待った。これ選手にも会いたいんで、ここら辺ぐるっと回っとこうかな。どうだ、会えた。おい。松本選手、補給アップ、補給。失敗しないの大事だね、ゴール。さあ、ラストステージ5。まあ、エクストラステージもあるんですけどね。いきます、ステージ5。まずはこのステージ、あー、弾道は2にしたいな。ぐわっ。回復。上行こうかな。上行って、で、ここら辺ぐるりと回ろうかなっていう感じで。さあ、もう野球マンは多分出てこないだろうから。確かそうですよね。野球マンって一回出てしまったらもう来ないみたいなパターンですよね。そんな気がする。ほい。今までそういえばなんかワンステージで2回見たことってあんまないですもんね。なんか漠然とやっぱそういう期待をしちゃってるんですけど、実際もで違うみたいな感じですからね。こっちだ。ちょっとカレンさんが近づいてきてる。1、2、3、4。奇数。じゃあ偶数か。偶数じゃいけるかもしれん。あーでもロックオンは考えてなかった。しまった。来るぞこれ。でもまあ、あ、でも吹っ飛ばしがあるから大丈夫。吹っ飛ばしあるよね。吹っ飛ばしあるよね。だったらいいか。ほい。よかったー。このカレンさんを吹っ飛ばす快感たらないね。このステージはカレンさんをやっつける動画です。うん。そう、カレンさんをやっつけて、ちょっとなんかこう、スッキリしようっていう企画ですね。シャッフルしよう。これでどうだ？おっしゃ！いい感じに青が下に来た。これはこっちだな。ほい。いいぞ、いいぞ。ほい。で、それで選手に会うと。どうも、大野選手、カタップ。いいね。あ、パワー！パワーマス踏みてえな。じゃあこれゴールでちょっと、エクストラステージで踏みましょう。ここは。オッケー、いきます。エクストラステージ。あー、どうしようかな。まあ、守備力は大事だ。で、ヒーリングがないのはちょっと痛いけど、こっちだ。はい。肩アップ。おっしゃ、オッケー。で、パワー。回復。5。まあ、よしだ。おい。で、どうしようかな。15か、残り。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。全部いけるな。よし、行こう。冷静にいきますよ、これ。これで一歩でも間違えたらもったいないもんな、これ。1、2、3。あー、これだけいけないのか。この補給だけ。まあ、補給はいっか。1、2、3、4、5、6、7、8。いけるな？はい。じゃ、これ、ほい、ほい。で、弾道は4か。あー、4までいったか。じゃあ、ゴールでと、オッケー！あー、走力、また足がめっちゃ速い選手できた。すごいな、このなんか走力めっちゃ上がる感じの。まあいいんですけどね、全然なんかこう。よっしゃ、これはでももう、正式な5番、4番、ん？ 4 番じゃない。背番号5ですよね、サードとして。普通にいい選手なのかなっていう気はしますけど、特殊能力、あ、でも、走力 A に、ヘッドスライディングは当たりだ、これ。ヘッドスライディング来ると美味しいな。やったやった。見栄えもいいしね。じゃあアップロードしておきます。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。まあ、博士2度連続した後はそこそこいい選手ができるんだなっていう、そういうことが分かってよかったです。次回もやっていきましょう。楽しみに。じゃあね。投げろ投げろ投げろ。投げて、で、スルッと相手の体力がゼロになると、このフィニッシュ状態になりますので、このフィニッシュでこれ行くんだ！行け！なんかすげえ。行け！おお！なんかリアルってかすごいね。威力強そう。よーし、スペシウム光線で撃破です。